皆さんこんにちは。メタクズです。今日はティアラメンツ環境用にチューニングしたチェーンバーンの紹介をします。それなりには勝てますが正直勝率は高くないので遊びで使う程度にしましょう。ちょっと前の環境よりは呼吸できるぐらいにはなりました。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご確認ください。まず今回はサヨシグレを採用しています。ティアラメンツ相手に誘発を投げないで勝てるケースはかなり稀です。分回った場合ラバゴ投げようが拮抗勝負投げようが何しようが、何らかの妨害やカウンター、返しのリソースは残るので普通に負けてしまいます。しぐれはキトカロスを止められるだけではなくこちらのターンに、出てきたカレイドハートなども止めることができかなり優秀です。過去の動画でも紹介してますが破壊輪とコンボすることで、相手のモンスターの攻撃力の2倍ダメージが入ります。ティアラメンツの場合3000打点がほとんどなので6000ダメージが見込めますね。きっちり G も採用しています。ティアラメンツはいつでも出てくるのでいつでも持っておきたいです。なぜ G を採用してるかというとゴフセインとしても、ティアラメンツは強すぎて伏せ踏みつぶしながらワンキルしてきます。そのため G を打ってワンキルされないようにする必要があります。このカードを引けばいいんです。速攻のカカシです。ティアラメンツはカカシを止めるカードが、基本的にクライムぐらいしかないのでかなり効いてくれます。相手は石津の沖などで罠デッキだと判断するので、G を投げても無視して突っ込んでくることが多いです。そこでカカシを引けばドローするだけドローして死なない状況が作れるので、返しのターンにバーンカードを叩きつけることができます。G でカカシ引くとか何年前だよって感じですけど、こんなことをプランに盛り込まないとまともにやって勝てる相手ではないです。破壊輪、ティアラメンツに打っても蘇るから弱いと思いがちですが、どうせ除去してもまた出てくるので実は結果同じです。結果は同じなので3000ダメージが見込めるダメージソースとしての、運用を目的に採用しています。サヨシグレとのシナジーもありますね。そしてとあるカードと組み合わせると合計5000ダメージを見込めるコンボもあります。それがこのカードです。墓穴ホールですね。ルルカロスに破壊輪打ってルルカロス墓地効果に墓穴ホールで5000ダメージです。ティアラメンツ対面ではこのカードを打てない試合がほぼないので、かなり活躍してくれます。ですが一回見せてしまうと、墓地の効果をチェーン1に組んで場のスクリームを、チェーン2以降に組むことで回避するプレイをされてしまうので基本打てるのは1回ぐらいです。ですが破壊輪とコンボした時はこちらが意図したタイミングで確実に打てるので、そういう意図で採用してます。単体で使えるのは初見殺しってところですね。1枠空いてるので好きどれも採用しています。この1枠は正直何でもいいのでお守りみたいな感じです。それではティアラメンツ対面のリプレイを見ていきましょう。それでは対戦の方を見ていきましょう。基本的に後手取った方が勝てると思います。先行だと伏せ警戒で相手が展開しないでルルカロス短期ビートとかされて負けちゃいますね。対戦よろしくお願いします。誘発が一応6枚入っていて誘発引いてなくても、ご伏せでバーンカード連打してワンキルできることもあります。その時のリプレイは間違えて消してしまったので動画にはありませんが、Twitter に貼ってあるのでぜひ見てみてください。さて、相手はティアラメンツということで、こちらが G 投げましたが石月堂でデッキを覗いてきました。こちらが罠バーンデッキだということがバレてしまったので、相手としてはクライム構えれば負けないだろうって判断だと思います。実際ラバを引いてなければクライムや、エクストリオだけで大体負けます。そんなもんです。ということで後手のまくり方についてですが2種類あります。1つはラバを投げて相手のティアラカードが腐ってる間にやっきること。もう1つは破壊輪停戦協定など効果力カードを5枚伏せて、相手のドローフェーズに一瞬でやっきることです。今回はどっちも持ってたのでどっちのプランも使っていきます。ちなみにこの G はミスです。ラバボの効果にチェーンした方がいいです。ということで5枚全部開いたら8000超えるので勝ちです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。チェーンバーンのメリットは相手のサリークやメールを食らわないので相手のカードが腐るところにあります。ミチオン型とかも試したんですがメリットを消してしまってるので、僕には合いませんでした。後手で殴るならガイザやヌメロンでいいかなと思いました。対戦よろしくお願いします。さてまたティアラメンツです。サヨシグレちゃんだけが頼りですね。現状ティアラミラーや石津が流行ってることもあり、墓穴を打つことがほとんどできないのでシグレを防ぐ手段はほぼないです。キトカロスに打ったシグレを貫通するにはグリーフのスビットが必要ですね。その場合シグレの効果で2300バーンは入ってくれるので得はします。この時アトラクター入れてたんですがこの試合を気に抜きました。後で引いた時弱すぎてゴミです。
引いてしまったアトラクターが壺だったら買ってたかもしれませんが、天井打点が足りません。相手は動けないようでギリギリ生きることができました。半分エフェクトですが全部発動します。とカロスに破壊輪するとバトル中に融合出てきて死ぬのでダメです。仮に相手の手札がティアラメンツだった場合、おそらく動いてくるので手札はティアラメンツではない読みです。これでキトカロス起動から相手は動けるようになってしまいましたが、これは仕方ないですね。何を警戒してるのかわかりませんがスタペリアが出てきました。ミチオン警戒かな。うお、しぐれ引いてくれました。しぐれ破壊輪決まれば届きますね。相手が打点2100以上のモンスターを特殊召喚すれば勝ちです。召喚から普通に殴られたら終わりますが罠除去してから動きたそうです。相手はムドラでハートビーツを戻したのでおそらくはキトカロスからハートビーツをサーチしてバック除去してから殴るんでしょう。この時を待ってました。しぐれ破壊輪ができますね。シリンダーとか警戒したんでしょうが相手が警戒してなければ負けてました。4600ダメージで勝利となります。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。だいたい1、2ターンでワンキルしてますが結構このプランは決まってくれます。ワンキルできてない時は負けてしまいますね。長いゲームができる相手ではないです。対戦よろしくお願いします。この時は剛剣も試してたんですが抜きました。この試合では剛剣でゴードン引くので直接関係はしません。さて相手はまたティアラメンツですね。ティアラメンツのリプレイを集めてるので当然なんですが、ここでまたサヨシグレが活躍してくれます。バーンデッキに誘発入れるとか打って思ってましたが多分必須です。さてこちらのターンです。シグレが偉くて止まってくれたのでなんとか勝ち切りたいですね。剛剣は試したんですがデッキがバレてしまうのと、ラバごとの噛み合いが悪くて結局抜けました。やっぱりゴードンが最強カードです。飛んだらダメなカード1枚もないですからね。ということでストライク引けたので勝利となります。これが破壊輪墓穴プランですね。相手のティアラメンツを破壊して墓穴効果を使わせて、墓穴ポールを打つタイミングを作ることでダメージを稼ぎます。あとは全部ぶっ放すだけで8000削り切れますね。リプレイだとあっさりしててシュールです。対戦ありがとうございました。それでは最後のリプレイを見ていきましょう。最後はワンキルできなかった時の試合です。カカシで守ってなんとかなります。対戦よろしくお願いします。しぐれを引いてますが壺かぶりが起きててちょっと良くないですね。壺引かないと勝てないんですが壺かぶっても困るのが微妙なところです。合金にうららもらった時はゴードンで貫通できるので、実質うららケアにはなります。うらら採用も増えてきましたね。ここでしぐれ投げるんですがなんとバーミリオンで無効にされます。とんでもないカードですね。しかもコストがケルベクです。大犯罪です。さらに5枚落としてアギドも落ちました。石図入ってないデッキをまともに使えないのはこれがあるからですね。コンボギミックが入ってるデッキはデッキをぶっ壊されます。ルーが勇者ギミックを破壊したのと同じ感じですね。ですが相手の落ちがめちゃくちゃ弱かったです。ルルカロスだけでなんとか済みました。相手の墓地にデビフラが落ちてるのでイルフまで行ってたら負けてましたね。デビフラはきついんですがラバゴで処理できれば相手ライフ3000なので一瞬で勝てます。引いたカード全部伏せますがこれでは足りません。カカシを引けたのでカカシで耐えましょう。一番まずいのがクライムでカカシを無効にされて、一瞬で焼き尽くされることです。墓穴は基本的に採用されてないと思ってカカシを採用してます。ちなみにフェーダーやマハーマはルルカロスで無効にされるのでダメです。ここで墓穴ホールを使うんですが一番当てたい融合召喚効果は、チェーン1で隠されてしまってるので打てません。サリークなどが墓地に落ちた場合はサリークを一番最後にすれば、墓穴ホールは罠の効果には反応できないので打てないです。相手はハートビーツサーチで見事墓穴ホールを打ち抜きました。2枚発動できてれば勝てそうだったんですがね。さらにキトカロスの効果でメイルを墓地へ送って、融合召喚効果を起動してきます。スタペリアも出てきました。このカード強すぎてミチオンバーンはちょっと諦めちゃいましたね。ここはカカシで攻撃を止めてやり過ごします。カカシがある時はツボかぶりもアドになるのでいいですね。ツボで引いたカードで削り切れることを祈ります。バーンカード2枚引いたら勝てますね。破壊輪かぶりをしましたがこれで足ります。全部捨てて一気に開けばリーサルですね。破壊輪でルルカロスを破壊すると蘇りますが、逆に蘇ってくることでバーンカードのダメージが上がるとも取れます。案外悪くはないんですよね。対戦ありがとうございました。ということでいかがだったでしょうか。ティアラ環境用チェーンバーンでした。
勝てないことはないけどそんなに勝率は出ないので、勝つ方法はあるけどぐらいのデッキです。正直ティアラメンツってデッキが強すぎるので現状あれに張り合えるデッキが、局所的にティアラメンツをメタった過去の環境デッキぐらいしかないです。ランクマッチで勝ちたいならティアラを絶対おすすめします。総合的に見てティアラメンツを超えるデッキは存在しないと思ってます。次回はヌメロンでも紹介しようと思います。ケルベクなどに抗えるようにちょっとプランを変えてみました。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。